マグダラ・ノ・マリアが登場する原点をこうしてまとめて読むのはちょっとない経験だ読んでいると喪失感や裏切られたという失望感怒りや悲しみを覚えずにはいられないだが同時にさまざまな疑問も湧いてくる私たちはこれらの記述をどう捉えるべきなのだろうか何しろこうした文献が描き出すマグダラ・ノ・マリア像がそれぞれ かなり違っているのだ。最近マグダラのマリアへの関心は着実に高まってきている。とりわけ2世紀に書かれたマリアの福音書が発見されたことは大きな衝撃だった。それまで知られていた福音書はマルコマタイルカヨハネヘテロトマスヤコブフィリポとすべて 男性の名前が冠されたもので教会史に女性の入り込む余地はないと思われていたところが突如マグダラのマリアがその名を持つ福音書とともに脚光を浴び始めたのであるマグダラのマリアに新たな光を当てその姿を広く紹介したのはエレーヌ・ペイゲレス長ナグ・ハマディ・シャホン 初期キリスト教の「政党と異端」が最初である神を女性が象徴し教団内で女性が指導的地位を占めるグノーシス主義の在り方を伝えた部分は以後の見方を大きく変えたグノーシス主義は女性に活躍の場を与えた宗教運動であり「マグダラのマリア」という重要な手がかりがこのことを伝えている。 こうした見方が広まるにつれて神の象徴を男性のみに限定し男性しか指導者になれず男性が中心の規則や儀式教義を定めてきた正統派キリスト教の在り方に疑問の声が上がってきた「マグダラ・ノ・マリア」を扱った著作は広く読まれるようになってきたスウェーデンの作家マリアンネ・フレデリクセンの小説「 「マグダラのマリアは語る」はベストセラーになったこの作品でマグダラのマリアはペトロとパウロがキリストの教えを都合のいいように改変していることを知りありのままの教えを自ら広めようと苦闘する筆者のフレデリクセンは序文の中でマリアの福音書を読んだことがこの小説を書くきっかけになったと書いている。 1985年米国カリフォルニア州クレアモントで開かれた学術会議「グノーシス主義」における女性像はその後数々の研究を生み出す契機となった「ナグ・ハマディ文書」に収録されている「グノーシス主義」の文献で印象的なのは「女性の登場人物や女性像が豊富なことである」。重要視される魂は、 救済者、ノレア、女神ソフィアといった女性の形をとるただし会議でも示されたようにグノーシス主義ではこうした女性像は単独で成立しているわけではない必ず男性像と関連づけられ両者が揃うことでグノーシス思想の特徴であるヘテロセクシャルな男女両性からなる象徴性の構成要素が満たされる このヘテロセクシャルな象徴性が女性たちを自律的な個人として受け入れる素地になったのだろうかだが1985年の会議で報告されたようにこの疑問に対する答えはグノーシス文書に描かれた女性像を誰がどう解釈するかによって大きく違ってくる。例えばアン・マクガイアの解釈によれば。 ノレアは自意識が強く自信にあふれこの世の支配者アルコーンと対立する闘志である一方ウィルガー・ピアソンが思い描くノレアは説の鈍重な伴侶だリチャード・スミスが語ったソフィア像は男性の伴侶なしでもうまくやれると思い自らの過失で堕落する女神であるところがフィーミー パーキンスの見解では「落ちたソフィアは人間が神と自分を重ね合わせるための手段ということになっている」「マドレーヌ・スコペロは魂の解明」に登場する魂の像は自意識が強く自立した女性でありこの女性が自分の人生を生き救済する様が描かれている」と述べた。 だが、リチャード・スミスの解説によれば同じ魂の解明の魂は父親が選んだ夫に寄り添うことで幸福を感じる女性なのだというこの会議で示されたようにグノーシス主義における女性像はいかようにも解釈できる少なくともグノーシス主義のヘテロセクシャルな背景における女性像が男性中心的な解釈に流れやすいことは認めざるを得ない アン・マクガイアは性別といった単一のカテゴリーのもとでグノーシス主義の文書に見られる記述を一括りにすべきではないと考えている性別が明示されている人物像は二重性多重性と単一性との関係や多数と個との関係など宗教的考察における抽象的な問題を表現するために使われたというのがマクガイアの考えであるつまり こうした記述は、現実の女性について語っているのではないということだキリスト教グノーシス主義の文献で多くの女性の弟子たちが役割を与えられていることは事実でありそれゆえグノーシス主義を報じる教団では女性たちの存在が重要であったと結論を下したい誘惑に駆られるしかしグノーシス主義の文書における女性の弟子たちの役割と位置づけを研究してきた ジルケペーターセンはまずは同じグノーシス主義の文書に見られる男性の弟子たちについての記述と比較検討を行いまた非グノーシス主義の文書に見られる女性の弟子たちへの言及も参照すべきだと主張するペーターセンの分析によると女性が重要な役割を果たしている文書が1つあればそれに対して同じ立場を男性が担っている 別バージョンの文書が2つ存在する。また「新約聖書」の4つの福音書ではいずれもキリストの復活をめぐる下りでは女性が一定の役割を果たしているがグノシス主義の文書には同じような内容を持つエピソードでありながら女性が全く役割を与えられていないものが複数見つかっているさらに一部の恐怖の著作を見る限りでは 初期キリスト教会は男性の指導者しか認めていなかったようにも思えるところがバーナデッド・ブルーテンやカレン・ヨウ・トリエセンは古い碑文の研究をもとに4世紀までの初期キリスト教会には女性指導者もいたはずだと主張するまたアンヌ・イエンセンは宣教師、預言者、殉教者、女才・神学者 教育者著作者として活動した実在の女性たちに光を当てているイエンセンの研究は同時代の記述を対象にしたものだがウテ・アイゼンは碑文とパピルス文章を調べて使徒預言者進学の教師性別された未亡人聖職者女才、執事司祭司教にもと結論付けているイエンセンとアイゼンは共に 秘文や文献の記述から見て10世紀までは指導的地位に女性がつくことが継続的に行われていたはずだと論じている初期キリスト教がマグダラのマリアが放つ光の背後に広がる暗闇なのかどうかはともかくとしてマリアに関する初期の記述を精読していく作業は刺激的だ。教会によって、 罪人にして「改審者」と位置づけられてきたマリアナがグノーシス主義の文献には彼女はイエスの弟子であり偉大な洞察力に恵まれた人物として描かれている恐怖たちのいかにも女嫌いの文章に生んている向きにはグノーシス主義のテキストは一服の清涼剤にもなるだろう「ピスティス・ソフィア」と「マリア」の福音書において マグダラのマリアは重要な役割を与えられている。フィスティス・ソフィアにある46の問いのうち39はマリアが投げかけたものだ。またマリアの福音書でも現存する部分の少なくとも半分はマリアとシュイエスの刑事的対話であり残りの半分でもマリアは中心的な役割を果たしている。 マリアの福音書の発見によりマグダラのマリアは歴史上でただ一人その名において福音書が書かれた女性となったマグダラのマリアはこうした文書の中でイエスから学ぶ弟子の一人としてイエスに問いかけイエスから語りかけられイエスによって言及されているトマスの福音書5621とイエスの知恵114で マリアは、の,の本質と目的についてて尋ねているまたイエスの知恵98ではいかにして弟子が知識を得られるのかと質問している救い主の対話ではマリアは特別な指導を受ける3人の弟子の1人である他の2人はマタイとユダ。彼女は悲しみと喜びの意味について尋ね126さらに主が語ったすべてのことを「 「どこでいかにして見ることができるか」と兄弟たちに問いかける。131マグダラ・ノ・マリアは解釈者の役割も果たす。聖典とイエスの言葉の深い理解を踏まえその意味を論じるのである。例えば「ピスティス・ソフィア」では旧約聖書の「イザヤ書」と詩編を引用しイエスの言葉とパウロが書いたことをそらんじている。 17 18 113、、60 62、、、救い主の対話139でもマグダラ・ノマリアがイエスの言葉を引用するくだりがあり書き手はさらに彼女が全てを理解していた女としてそれを語ったと記しているマグダラ・ノマリアが示す洞察は尊ばれ「ピスティス・ソフィア」においては何度となく主により称賛されている彼女の質問は正確す かつ明確な意図を持ち25その心は兄弟たち以上に天王国に向かっていると評価される17フィリポの福音書64とマリアの福音書18では弟子たちが主は他のどの弟子よりも彼女を愛していたというフィリポの福音書59では主イエスと共に歩む伴侶と評されている。 ヤコブの「目視録1」には、主には男性の弟子が十二人、女性の弟子が七人いたと書かれている38、42。ヤコブが女性の弟子たちについて、無力な器がその中にある理解によっていかに強くなったことかと共感する下りでは、主はヤコブに彼女たちから学ぶようにと指示し、マグダラのマリアをはじめ数人の名を挙げる38、42。 ピスティス・ソフィアおよびマリアの福音書ではマグダラのマリアは自らの洞察を他の弟子たちに伝え彼らに教えを授けるそんな彼女は弟子たちから称賛もされるが非難も浴びることになり文書によってはペトロが敵意をあらわにするといった記述も見られる私が一番愛着を覚えるのはピスティス・ソフィアに出てくる記述だ。 マグダラのマリアはこう語る。我が潮、私はいつでも前に進み出て、ピスティス・ソフィアが言ったことを解釈できます。ですが、私はペトロを恐れています。なぜなら彼は私を脅し、私たちのジェンダーを憎んでいるからです。これを聞いた第一の神秘はこう答える。光の霊に満たされているものは誰でも。 前に出て私の言葉を解釈するだろう。誰もそれに反対はできない。これは同時代の神父オリゲネスの認識とは大きく異なる。オリゲネスはコリントの「神徒への手紙1」について次のように語っている「夫人にとって教会の中で発言するのは恥ずべきことです」。14章37節とある。 女が語ることはそれが称賛に値する内容であったり聖なることを語っているのであったりしても女の口から出たものに変わりはない。コリントの神の徒へ手紙1仲介より74章34からネグノーシス主義の文献においてマグダラ・ノ・マリアの位置づけは際立っているそして彼女の立場が揺るぎないものだったという事実も見逃してはならない。 ほとんどすべての文献でマリアは女性であるにもかかわらず発言権を持つ人物として擁護され話を傾聴するべき人物として読者も納得できるような描かれ方をしているトマスの福音書5614マリアの福音書17から18フィリッポの福音書63から64ピスティス・ソフィア3672 これらの記述を根拠として初期キリスト教の正統派教会では女性排斥が甚だしくグノーシス派はそうではなかったと主張する研究者もいるまたこうした見地からグノーシス主義の文献でペトロがマリアに敵意を示すくだりではペトロは正統派教会をマグダラのマリアはグノーシス主義を象徴しているという解釈がしばしば行われてきた。 だが、マリアの福音書からは、ペトロの適宜について異なる解釈も浮かび上がってくる。ペトロは、激しやすい性格だったがゆえに、マリアに異を唱えたというものだ。確かに、ここでペテロが代表している正統派的な立場というのは、信仰の教義ではなく、女性の責任に関するものでしかない。ペトロはマリアのことをイエスの教えについて重要な発言をする資格を持った人物としては認めていない。 この態度は当時の文化的通念を反映している女性は一段劣った存在としか見なされていなかったのであるアンティ・マルヤネンはグノーシス主義の文献におけるマグダラ・ノ・マリアを論じた辞書の中でマグダラ・ノ・マリアに傑出した役割を与えている文献でさえも女性を貶めるような表現を用いている事実を指摘するそしてグノーシス主義におけるマグダラ・ノ・マリアへの好意的な視点は 女性全体への態度を変えるには至っていないと主張しているまたジルケ・ペーターセンに至ってはグノーシス主義の文献に登場するイエスの女性の弟子たちに関する研究でマグダラ・ノ・マリアは女性としての劣った特質を超越したがゆえに結出した弟子になることができたと結論している。